やはりその我々としてはもうその需要の減で、まあ、生産量がすごい減ってましたので、まあ、残念ですがもう生産中止っていうことにしたんですけども、まあ、皆さんからそういう声をいただいて、まあ、本当にまあ皆さんのその生活の中にまあ浸透してたものっていうのをまあ改めて感じました。もともとはマッチ、火をつけるマッチを製造販売するというところから始まりまして、主にですね広告のマッチを、まあ、ホテルとか飲食店こういったところに販売しておりました。ただ1970年ぐらいからですねライターが出てきたことによってマッチの市場が衰退してきたので、広告というところから私たちはポケットティッシュであったりマッチを提供していた飲食店から要望がありまして紙のおしぼりこういったところの製造を始めていろいろと多角化を始めていきました。